こんにちは、小和田です。今日はですね、3年前に、出版された、研究書なんですが、家康のことを、調べ直しているうちに、気づかされた点がいくつかありましたので、今日はその本を紹介、取り上げたいと思います。で、その本というのは、この「権力の肖像」、狩野派絵画と天下人という、本なんです。で、これは松島仁さん、この方の書かれた本なんですけれども、「ブリュッケ」から、2018年6月に、出ています。ちなみにこの著者の松島仁さんは現在、静岡県のですね、富士宮市にあります、静岡県富士山世界遺産センターの、教授をされております。で、この本はですね、第1部が徳川と豊臣、これが目次ですけれども、第1部が徳川と豊臣、文化の覇権をめぐる戦いというタイトルですね。それから、第2部が、ここにありますけれども、始祖徳川家康の神格化と、イメージの焦燥で、第3部が、こちらになります。東アジアの中の徳川将軍、日本型怪異意識と中華皇帝としての、セリフイメージ、こういう、3部からなっております。で、私が注目したのはですね、第2部の始祖徳川家康の神格化と、イメージの焦燥というところなんです。で、松島さんは、絵画史が、ご専門でして、私などがこれまで気がつかなかった点がですね、いくつか指摘されておりますので、今日はその少し中身をですね、私なりに、読み取ったところをですね、紹介していきたいと思います。で、まず第2部のですね、第1章なんですけれども、これがそれこそ、徳川家康の肖像ですね、人として、神としてという形で、出てまいります。これが、ここからその第2部の第1章ですね、徳川家康の肖像、人として、神としてということになります。で、私もですね、これまで徳川家康展であるとか、あるいはいくつかの博物館とか美術館で、家康の肖像画というのは何枚も見てきましたけれども、いわゆる耳たぶですね、ここが大きい、それを見ても、何だろう、耳たぶが大きい人だなというね、そんな程度の印象でしか見ていなかったんですが、この点、松島さんがですね、いや、これはデフォルメされたもので、台北のですね、故宮博物院の宋大祖像、それから、木瓜ですね、絵画の木瓜室の老子図、これは岡山県立の美術館で所蔵されている。そういった絵画に、通ずるものだというね、指摘なんですね。要するに、中華皇帝像と重なるという、そういう指摘で、これちょっと私もびっくりだったんです。で、この本では、家康の肖像画がですね、肖像が、22枚ほど写真入りで、紹介されています。右を向いたもの、左を向いたもの、正面を向いたもの、さらに、背景の絵についてもですね、その違いについても触れられております。で、狩野探幽のものが一番多いということなんですが、私はですね、なぜ狩野派なのかっていうのはちょっと疑問に思っていたんですけれども、それがですね、松島さん明快に答えてくれております。それが、この部分なんですけれども、ここにですね、織田信長像については、狩野永徳、それから
豊臣秀吉像については加納光信、まあ、これが上方を手掛けているため、天下人の肖像画制作は、まあ、加納家の当主が請け負うという了解があって、徳川将軍系もそれを踏襲したのかもしれない、まあ、そんな指摘をされていまして、うん、まあ、これについてはですね、まあ、ほとんどの肖像画が、まあ、加納派の絵師によって描かれていますので、まあ、確かにその通りだなというふうにね、思いました。それから第2章が徳川日本の創建神話で、これは刀匠者演技絵巻という戦略というサブタイトルがついています。まあ、現在日光東照宮所蔵の刀匠者演技絵巻、これをですね、まあ、絵画師の立場から研究されたものなんです。でこの絵巻はですね、私も現物何度か見たことがあるんですけれども、まあ、絵が綺麗で、前半が、まあ、家康の生涯、後半が、まあ、日光山開山の由緒、そういったものを、描いて、作品ということで、まあ、これも、まあ、絵画を担当したのが、加納探幽ということです。寛永17年、1640年の4月17日、まさに家康の25回忌に際して、三大将軍の家光により、まあ、奉納されているというものです。で、まあ、私はですね、これまで単純に、まあ、家康の一生を、まあ、絵巻にしたものとだけ見ていたんですけれども、松島さんは、聖徳太子絵伝、それとか遠野峰縁起絵巻、そういった、まあ、古い、まあ、古代のといいますかね、そういった絵巻物なんかを下敷きにしているという、まあ、指摘なんです。まあ、これは私も気がつきませんでしたね。まあ、例えば、まあ、この本でも触れられておりますけれども、まあ、この誕生のシーンですね、この部分ですね、これがこのちょっと絵をちょっと頭の中にちょっと入れておいてください。それと聖徳太子絵伝のこの本で紹介されているので、おやと思ったのがこの部分ですね、これと全く一緒なんですよね。でそれから東照社演芸絵巻のですね、まあ、これ家康が王将になっても駿府に来てから駿河の花見のシーン、これが東照社演技ではですね、このような描き方になってるんですが、この絵をちょっとまた頭の中に入れといていただきたいんですが、まあ、この部分と、これは松島さんの指摘で確かにそうだなと思ったのはこの絵ですね、これは先ほどの、聖徳太子絵伝とか遠野峰縁起絵巻ではなくて融通念仏縁起絵巻、この場面ともう瓜二つ、まあ、そっくりと言っていいと思います。で、まあ、これらのことから、まあ、松島さんは、まあ、刀匠者縁起絵巻は古い絵巻を踏襲し、まあ、そこに、まあ、政治的意図のあったことを、まあ、指摘しております。まあ、例えばそれが、まあ、この部分なんですけれども、ここにですね、また、霊夢による母の解体、それから誕生、文武に秀でた幼少期、それから敵との戦いの勝利、そして仏法への帰依、まあ、朝廷による叙爵、そして皇居曹操改装で、まあ、御神体を祀る伽藍の、まあ、建設、そして、まあ、壮麗な伽藍の盛大な法要、伽藍の俯瞰という遠野峰縁起絵巻と、まあ、それを貫く、これはまあ筋書きですね、プロット、それとこれも、まあ、刀匠者縁起絵巻のそれと、まあ、パラレルに対応するものであった、まあ、そんな指摘をされています。でまたですね、これ私もちょっと気がつかなかったんですが、その刀匠者縁起絵巻には合戦の場面が意外と少ないんですよ。で、まあ、家康もそれこそ若い頃からもういろんな戦いに出ているわけですけれども、
この絵巻に描かれている合戦の場面というのは小牧陣、まあ、要するに小牧長久手の戦いですね、それと関ヶ原、そして大阪の陣という、まあ、いずれも3つとも対豊臣方の戦いのみなんです。でしかも徳川方が軍勢白旗として描かれて、そして豊臣方が赤旗として描かれている、つまり、まあ、兵士として描かれていて、ここにも、まあ、徳川が、まあ、清和源氏新田流のですね、まあ、武家棟梁としての位置づけがあるという、まあ、そんな指摘もされておりまして、まあ、これも今まで私は、この絵巻ただ眺めていただけで、うん、そういう深いところまではですね、まあ、気がつきませんでしたので、まあ、この本で少し勉強させていただきました。今日はね、権力の肖像ということでね、紹介させていただきました。以上で今日は終わらせていただきます。